Ein zwei drei Zünder。はいどうもポリプロパラピレンです。さあ前回の動画の牛乳パックのリサイクルの続きのような続きでねえような、つながりでもねえかな。まあ紙つながりということで、今回のテーマトイレットペーパーね、何の変哲もないトイレットペーパーなんですけども、もう切ったよね、大丈夫だよね。ちょっとごめんね、ちょっとややこしいことすっからね、段取り。これさ、ここにこうか、こうするといける。あ、いけるね、いい。あ、いいね、いいね、いいよ、素晴らしいよ、理想的だよ。まあ今日言いたいことはですわな、まあトイレットペーパー、何気なくつか、欠かせないもの、現代人にとって欠かせないもの、先進国でもだけでもね、あらゆる国において必需品ですわな、トイレットペーパーなんだけど、意外とだよ、意外とみんなそれおのおのどう使ってんのかってさ、あんま気にもしないしさ、考えたこともねえんじゃねえかな。俺もそうなんだったんだけど、でも意外となんかそれぞれがそれぞれ、特に親から教えられたわけでもなく、各々の感覚でこう小さい頃から使い始めて今に至るみたいな感じなんじゃねえのかなと思って、ちょっとテーマにしてみたんですけれども、これなんで思い立ったのかって言ってさ、まあいろいろなんかこうテーマを考えた時に、世の中にはこう大きく分かれて二通りあるなと、物であったり、まあ、事柄であったりね、なんかね、そう、その中でさ、例えばさ、トイレットペーパーなんかは大きく分けて2種類、シングルかダブルっていうあれがあるでしょ。そう、皆さんちなみにどっち使ってるんですかねみたいなさ、どれぐらい割合としてどれぐらいなのかね。スーパーなんかね勤めてればさ、その売れ行きとかでもおのずと分かるのかもしれないけど、一般人としてどっちが売れてるのかなんていうの分かんないけどね。こういうのネットで調べれば分かんのかな。あ、私ちなみにもう ダブルなんですよ。ダブル絶対ダブル派です ね、 これね、まあ、結婚してればね、旦那と嫁でまたさ、ダブル派シングル派とかね、か育った環境によって違うからね、そこでどう折り合いつけるかっていうの分かんないしですよね。もしくはさ、まあそのなんていうのかな、一人暮らしっていうか、世帯主でさ、このトイレットペーパーを買う担当者っていうのが、まあ、いるわけですからな。担当者ってほどでもないけど、まあ奥さんだったりさ、母ちゃんだったりさ、でどうなんだろうね、絶対ダブルもしくは絶対シングル、さらに言うならば銘柄すらも、私はこの銘柄のこれみたいなさ、決まってんのか決まってないのかとかさ、あとはなんだ、まあ、安ければダブルもシングルも問わないと、っていうパターンもあるわね。あと何あるかね、値段じゃなくてこの紙の品質、例えば 100% パルプであるとか 100% 再生紙であるとか、森管理した森で、そっからの原料を使って再生紙、なんつうのかな、エコなんとかかんとかってね、そうだ、管理してる森と契約してんのかなのか、製紙会社が管理してんのかなんか分かんないけど、そっから切ってトイレットペーパー専用の木、そこからトイレットペーパーを作ると、で切ったら新しく植樹してまた森を育てるみたいなね、まあいろいろありますわな、まあそのだからトイレットペーパーを選び方一つもね、いろいろあります。あ、ちょっとね、あのなんだ、ちょっとでございますよ、まあ、これ一回ちょっと余計で、私はうわ飛ぶねこれね、私はもうこれ一択ね。あ、ここまで売ればルクレって三菱製紙会社、岩手県北、あの4号沿いだかにある製紙会社なんですか。でこれ 100% パルプね、パルプ再生紙は一切使ってない、蛍光塗料も一切使ってない、吸水性に優れてるんで温水洗浄機でもご使用いただけます。そう、まあ今ではだいぶ普及したんでしょうけど、いわゆるウォシュレット付きのトイレ、そう、それを使ってるか使ってないのかで、私の場合紙の選択って変わるんですけど、まあね、でどう巻くかだよ。そう、これそうそう、今日の本題はどう巻いて使ってますみたいな感じなんですけども、一回やってみようか。私ね、多分ね、うわなんかくっついてる、だから一巻き半、
一巻き半というか、ね、もう一回やってみようか。ちょっとよくわかんないんだ俺も。こんなん検証したことないからね、自分でもね。戻すよ戻すよ。これ一巻きだもんな。でこれ半分だよね、 1.5 巻き。そうで、こう半分に折って切りますわ。これワンセットね。これが私の基本形ね。メーター数で言うとどんぐらいなんだろうね。そうだ、こんなんまじまじと検証したことないね、自分でも。今まで何十年と40数年とこう40数年までいかねえか使ってんのにさ、自分が1回の1回でどんぐらいトイレットペーパー使ってんのかって調べるの。ああ、1m15cm、 1100、 1m15cm。 なるほどね。まあ多少その何、一巻きの大きさにもよるんでね、その日の。あとなんかさ、便器とさ、トイレットペーパーのホルダーの距離によってもさ、なんかなんとなく変わったりするよね。でもまあまあ大体こんな1メーターから1メーター20ぐらいの間なのかな、もしかして平均するとね。一巻き半巻いて半分にはそう、これが基本で、私の場合これ一回拭きますわな、大きい方してね。これちょっと避けようか。一回拭きますわな、ペロッと拭くわね。したら私の場合こう半分に折ってからこう裏返すの、でもう一回拭くの。そうそう、これ2回でしょ。でさらに半分折ってこれで3回拭くのね。そうこれでこれでワンパッチで3回拭けばいけるね、大体ね。そうだ、問題はウォシュレットじゃないと 4,5 回ぐらいいかないとダメだよね、うん。あと台の形状にもよりますわな、緩いのか硬いのか。下手するとさ、硬いとさ1回で済む時、下手すりゃ拭かなくていいんじゃねえのぐらいでさ勢いの時あるよね。ただだよ、私のこのパターンでやる場合には紙にこだわる必要があるんです。あのね、私の経験則から言って再生紙、古紙、その辺を使った紙だと無理。なぜなら穴が開く。そう、一巻き半の半分で折ったとして重ねで言うと何枚なのかな。一巻き半なら 1,2,3 の6でしょ。6でダブルってことは薄いのが12枚ってことか。これで拭くと一発目でね、だいたいね再生紙だと穴開きますね。なぜかっていうと、やっぱウォシュレット使ってるっていうのかな。水系の多い時で、なおかつ今の前のうちの時にはウォシュレットに乾燥機能があったんですが、今のトイレには乾燥機能がついてないのね。だから水でジャバジャバした後っつうのは乾燥することができない。だからそのままもうトイレットペーパーでサッと行くしかないんで、まあベチャベチャ状態ですからね、うん。その時に私のこのタイプのセットで、でかつその再生紙使ったトイレットペーパーだと、まあまあまあ8割方穴開くね、うん。ただそう、私もだからいろいろ研究したのね。そう、まあ、紙の巻き数はあれだから、紙の質によってどうなのかっていろいろ試行錯誤した結果、このトイレットペーパー、そう、このトイレットペーパー、もしくは他のでもいけんのかもしれないけど、他のメーカーでもね、そう、まあ、パルプ 100% なおかつダブル、そうそうそう。これじゃなくてもさ、なんか吸水力に優れたなんとかかんとかってトイレットペーパー、まあ一股でいろいろありますけれども、コスト面だよね。そう、私のこの買っているトイレットペーパーっていうのは、まあまあ店によってまちまちなんで、結構100円ぐらいの幅、価格差があるんですけども、安いところで買うと、税抜きで298円、まあ、税込みで300円台の頭ぐらいで買えるんですわ。なんかね、だいたいねトイレットペーパー、なんていうの、吸収力のいいやつって高いですからね。あとまあ質感のしっとりしたやつだと400円普通に黙ってこいんですけど、私はそのコスト面というかバランスを見てこれをメガネ使ってますけど、みんなどうやってんのか、巻き方とかね、すごく気になるよね、本当に。いや本当ね、ぜひ皆さんのこの紙の使い方っていうのを教えてほしいよね。どう使ってるのか、本当家族間でも違うよね。で特に親からこう巻きなさいよとかこう拭きなさいよなんてさ、意外と教えられんないというか、まあ、教えるまでもないというか、まあ、それまでなのかもしれないけど、例えば私の部屋のすぐ脇がトイレなんですよ。だからさ、まあ、私が部屋にいるときはさ、誰か家族の誰かがさ入るとさ、ペーパーを巻くカラカラ音が聞くんだけど、結構ガラ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 ってね、何回転させてるのか何巻巻いてるのか分かんないけど、結構ガラ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 って聞こえるから、
人によっても家族においてもさ、巻き数が違うのかとかさ、うん、吹き方とかさ、だから私みたいにこう半分によって半分によって合計3回使うとかさ、いや1回しか使わないとかいろいろあるよね。そう、その辺ちょっと興味があったので、今日はこのトイレットペーパーをテーマとしたお話をしてみました。とりあえず、では、あなたの市長が恋しくて